本日の特集はアイドル。中でも女性たちの注目を集めているのはこの3グループ。こんばんは、アイドリッシュセブンです。1年間いろいろあったけど、俺たちを応援してくれてありがとう。これからは俺たちがみんなを応援する番です。追加公演おめでとうございます。ありがとうございます。ファンの皆さんのおかげです。目指そう今を超えたその先へ、ネクストリバル。ウッテージたちもハルキの曲もみんなに愛されています。僕もみんなで演奏してみたいです。ライブで使えるかもしれませんね。おお、俺たち好きなくね。そうかも。九条って誰？へえ、実物は初めて見る。リバーレとアイドリッシュセブンも招待されてるんだろう。モモ君はつくもの方が呼んでたよ。社長さんじゃなくて弟さんの。胸クソ悪い派手な男。いやーモモ、会いたかったよ。お前らの顔なんて見たくない。歌もダンスもあいつらよりも下手なくせに。俺はあんたが嘘つきだと知ってる。君の優しさを信じてる。悪気はなかったんです。ただ少しおかしくって。オーディションを受けたあの日からずっと。なんか悪くねえよな。大人なのにバカだ。兄さん、 Are you happy? 僕と取引をするのなら。取引って、お前の人生は無意味だ。いずれお前は忘れ去られる。お楽しみに。まったね。